今日前髪めっちゃまっすぐなんだけど、どうしたんだろう。で、元気ですか皆様。こんばんは。あれこれまださ、あれか。大丈夫か。あ、なんか今日いつにも増してラグがある気がする。目が腫れてる。配信始まる1時間半ぐらい前にちょっと眠いなって思いながら横になってだから、いつの間にか寝とって、一回ね多分だけど5時40分ぐらいに目覚めたんよ。でもあ、もうまた眠いなって思いながらまあアラームもかけずにね普通に寝てて寝起きなんで体温が高いです今暑い。通りで暑いわけだ。なんかもうまつげ下がってきてるかもな。パッサパサよパッサパサよあ、まつげがね、やっぱ左が短いんだよね。前よりは伸びた方だと思うんだけどね、やっぱ右が伸びる分左が追いつかん。
目ぶちバレてんな、ほんとに。顔ばっかなんで、なんで。じゃあもともと左の方が生えてないというか長さがなかった、ね、んで、まあ、長さを出すためにも美容液とかを買ったけど、まあ、結局左右塗るからさ、いつまでたっても追いつかないよね。でもまあこっちの方がちょっと減らしてるんだけど、下まつげは一向に生えないというか伸びないというか薄い。寝起きやからあんまり頭が回ってない。なんかね、今ねとても喋りにくくて、というのもですね、こっちのほんとすぐここすぐここに口内炎ができちゃってて喋りにくい。なんか最初はちっちゃかったんよ。でもなんか今日多分寝方の問題か知らんけど、多分噛んでしまったんかな、分からんけど、なんか腫れててあれって思って向こうの薬持ってるから、まあ張りながらねやってたんだけど、痛い、喋りにくい、めっちゃなんか笑うのもきつい。なんか別に支障はないの、他のこうなんかこう私結構下唇の裏にできやすいから、それよりかは、まあ、食べ物食べる時とかもそんなに当たるとこじゃないからそんな支障はないんだけど、なんかまあちょっと喋りづらいなっていうのがある。なんかまあもうちょっと時期が落ち着いたらというか、まあ、自分的にも落ち着いたらなんですけど、まあ、矯正をねしたいなってずっと思ってて、歯のね、歯の矯正を、なんで、まあ、やりたいなと思ってたんですけど、まあ、やっぱ種類がいっぱいあるじゃないですか。で、まあ、その中でやっぱりまあ、一番早くこう歯が動きやすいのが、まあ、金具の、まあ、よく見るこういうやつなんですよ。まあ、高いんだけどね。で、本当はやっぱりこう人前に出る職業だから、あんまりこうニンって笑った時にさ、金具が見えたらちょっと見栄えが悪いというかさ、あれじゃん、なんかこう、あ、この子矯正してるんだなぐらいにしか思わないけど、まあでもなんか今なんか技術的な進化もあってね、前までは銀のなんか金具しかなかったんやけど、今はなんかこうもう本当に歯、まあ、わかるけど、そのなんか色が白みたいな、本当なんか歯に合わせた色みたいな感じのやつもあるんだって。この間歯医者さんで聞いた時に、まあ、本当は裏側したいけど裏側はめちゃめちゃ高いからちょっとね迷ってる。まあそのね、ちょっとずつっていうのもいいんだけど、あ、どうしようかなっていう悩み。そう、裏側はね3桁いくんだよね、高いなって。そう
そんなお金持ってないよ。何かの拍子にな、大金が入ってくるとかなら、え、ちょっとやろうかなって思うけどさ、無理無理まあでももともと、まあそのスター顎がさ、顔がちっちゃい分やっぱこう下顎がキュッてなるから、まあもともとその歯並びが良かった方ではないのよ、ちっちゃい頃から。そんなめちゃめちゃ綺麗なわけではなかったわけよだからなんかね嫌ではあるけど、でもまあ正直ね、ぶっちゃけますと、私今までそんなにこう気にしたことなかったけど、まあ最近というか、最近じゃないな、まあなんだろうな、まあ20歳ぐらいになってからかな、なんかまあやっぱりこう写真写りが悪い分、やっぱこう笑いすぎちゃう時とかの、なんか自分のがすごく気になっててなんか嫌だなみたいな、なんかこうちょっと、まあ刃じゃないけど、こうまあ剣士があるんですけど、両方こうちょっと尖った歯があるんですけど、なんかそうニンって笑った時とかにそれがこうなんかこう見えるのがすごく嫌で、本当に早い時期から考えてはいたけど、まあやっぱりこうすぐにね、できるような金額ではないので、まあ、ちょっとどうしようかなっていうのをずっと考えてて、でもね、まあマウスピースはさちょっと遅いけど、ね、滑舌も別に悪くならんし、口内炎とかもめっちゃできるわけじゃないし、こうはめてはめながら、本当に自分が食事とかしない以外は全部ずっとつけとかなきゃいけないみたいなやつなんだけど、マウスピースはそれはそれで大変だとは思うんだけどね。まあ金具の方は早めに綺麗にはなるけど、結局やっぱり口内炎とか傷が、口の中に傷ができやすいみたいな、なんかベロを切っちゃったりとか、その金具でね、ベロに口内炎ができやすいんだったっけな、なんかそういうのをまあ矯正してる、その矯正してるじゃない、歯医者さんとか矯正のとこの専門の歯医者さんとかに聞いて、まあ、メリットデメリットとかいろいろ聞いて、まあ今どうしようかなっていう状態なんやけど、まあでも早めにやってこね、そんなあれではないけど、私今親知らずが生えてるからできないっていうのもあるんだよね。正直結局親知らず抜かずにやったところで、また親知らずがこうどん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 伸びてきたら、またこうガシャガシャになるというか、ちょっとずつ歯並びが悪くなっていったりするらしいのよ。てかそうなのよ、親知らずっていらない歯だから、もともとだから、まあ、親知らずを全部抜いてからやろうかなって思ってます。そう、まあ、それがいつになるのかちょっと分かんないけど、一気に別に親知らずを抜くわけじゃないからね。あ、212日目ありがとうございます。だからまあなんか本当に今までそんな気にしてなかったけど、まあ、20歳過ぎたぐらいからなんかこうめちゃめちゃ楽しい時とかもめちゃめちゃ笑っちゃうタイプの人間だから、私は表情に出やすいタイプの人間なんで、もうなんかなんかその楽しそうにしたり写真とか見て、うわ楽しそうやなって思うけど、なんかそれと同時になんか笑ってる自分があんまり好きじゃないので、
あーみたいな、なんかこう複雑な気持ち。いやー、まっすぐは生えてるのよ、どこも4本ともあるらしくて。私でなんか上の方のどっちかが、まあ、ちょっと斜めに生えてるなーぐらいなんだけど、まあ、そんな支障はないって感じなんだけど、別に親知らずってもともといらないじゃないですか。でまあ言うて骨格が変わるって言われてるじゃないですか、親知らずがやっぱ生えると。でまあ正直その下の2つは特にこのエラのところって言ったらいいのかな、をやっぱこうグッて出てきちゃうから、あまりというかあまりよろしくないというか好きじゃない。まあ、上は特に気になんないしあれだけど、まあ抜くは抜くけどね、抜けるんだったらね。しかもまあ最近産んでさ、言うとさ、やっぱ親知らずが入ってきたっていうのもあって、こうちょっとこうニンっていっぱい笑うと、あのまあ顔が丸く見える、四角く見えるここが出てきてる分だから、まあね、最近はあの口を閉じた笑い方を上手くなりたいなって思って、ずっと研究ではないけど、まあなんかこうどうにかしてよく見えないかなみたいなことはやってましたね。でももともとね、なんだろうな、私普通に口閉じた時口角が別に上がってる方じゃないから、なんかこう笑ってもさ、こう横にこうニンっていくだけなのよ変なの。だからなんか笑ってるって思う自分ではね。今ちょっと痛いからできないんだけど、口が痛すぎて口閉じて笑えない。まあまあ、こんな宣言をしたところで勝手にどうぞって感じやけどな、みんなに言うの。なんでこんな話をしたのかちょっとよくわからない。もうワイが滑舌悪くなったら、あ、矯正を始めたんだなって思って。でもさ、始めるならやっぱあの自粛期間中にやっとけばよかったなって思った。なんかこう人前に出るタイミングがさ多くなってくると、やっぱやりにくいじゃんそういうのって。やっぱ喋らなきゃいけないし、公演とか特に喋らなきゃいけないし、まあね、だから自粛期間中にやっとけばよかったなとも思うけど、まあ自粛期間中どうなんだろうな。結構親知らずがある状態でやっちゃう感じなの。まあ見栄えとしては多分裏の方がいいよね。でも裏ってめっちゃ痛いんだってもう本当にめちゃめちゃ痛いんだって。やだな、なんか誰か痛くない矯正器具開発してくれんかな。やっぱ矯正するとさ、自分の好きなものを好きなだけ食べるみたいな感じなんかやっぱできない。食べれるは食べれるけど、やっぱ最初ら辺とか慣れてないから、まあなんだろう、スルスル食べれるものとかおかゆとか多分そういうのしか食べれないと思うんだよね。
どうなんだろうね、ラーメンとか食べれるんかな。まあ、おかゆの分そぼろおすすめまだ全然する予定はないけどね。でもさ、今もさ、結構さ、滑舌まあ、さしすせそうとかたちつてととか私さ結構苦手なんだけど、あとしゃししゅしゅしょ今も滑舌別怪しいのにさ、もっとひどくなるってやばくない？いて、まあでもやるとしたら来年かな、2年ぐらい多分かかるんだよ金具でも。2年やったっけな、多分2年ぐらいだった気がする確か。で他の前マウスピースとかなるともっと長いぐらい。まあマウスピースはでも別に滑舌悪くなるわけじゃないから、デメリットはそんなにないけど、その分長くかかるよみたいな。私特に多分歯並び下が特に悪いから、上はそんなないんだけど下がやっぱちょっと悪いからかかると思う。多分最初とかさ、慣れるまで多分何やっとるか分からんな。そう大変なんよ。何に対してもお金がかかります。そんなにかかっちゃうんですよ、大変なことに。まあでもね、可愛くなりたいまあ別に花指で別に何が変わるってわけではないけど、うん、食べるときにストレスがあるのが一番嫌だよね。私も嫌だ。口内炎とかさ、まあ本当に痛い場所にできた、もうラーメンとかすすれない時あるじゃん、こう下唇とかできちゃうと、もう本当にストレスあれやだ。歯は虫歯にしても高い？うん、でもあいはその虫歯はなかったけど、その治療、あのメンテナンス、まあ、汚れの掃除だったりとかしてもらった時にって感じはしなかったけどな。まあでも本当に歯は大事だから、みんなも多分定期的に歯医者に行った方がいいよ。なんかやっぱ歯医者ってさ、なんかこう歯が痛くなってから行くみたいな人が多いと思うけど、それはもう手遅れだからね虫歯神経まで行っちゃうと歯抜かなきゃいけなくなっちゃうから、ほんとそれはみんな歯は大事にして、永久歯なんだから。もう大人の歯が抜けちゃったら一生生えてこないんだよ。
うん、えらい。定期検診は行った方がいいよ、絶対。なんかその何もやっぱそのね、まあ、痛みとかもないし特に気になることはないって思ってても、まあ、汚れが溜まってたりとかあるからすっきりするよ、汚れ取ってもらったら。まあなんかいろんな音が聞こえるからね、怖いなーって思ったりもする人もおると思うけど、やっぱこうウィーみたいなドリルみたいな音聞こえるからさ、うわーって思う人もおる。あれもね、あまり好きじゃない、その音に対しては。なんかあー怖いなーって思うけど、うん、大事です。身だしなみと一緒よ、見た目だけが弱くてもな、内面がちゃんとしてなかったらあれやからな、意味ない。そういう細かいところまで気を使えてこそ完璧。今日の2時だっけな、向こう時間だから多分2時よな。今日の2時からApex新シーズンのアップデートが来る。おお楽しみ。身長は160どれぐらいやろ、1か2ぐらいです。3もない気がする。161か2です。いや多分今夜は昨日できなかった人が、まあ、今日は一緒にやろうねって連絡してきてくれたんで一緒にやる予定なんですけど、その人が多分明日も予定があると思うんで、そんなに遅くまではやんないと思います。だから新シーズンやるのは明日かな、明日の夜かな多分。わかんない。マップはもう新しいっていうよりは変わっただけだけど、一部が仕分け工場がなくなった。悲しいよ。今シーズンはダイヤ目指します。でも今シーズンはとか次のシーズンだよね、シーズン10はダイヤを目指します。ただ今シーズンはもう今、まあ、プラチナはいったんだけど、プラチナ今3に上がりそう、上がったり下がったり上がったり下がったりをずっと繰り返してる状態なんで、まあ、今シーズンはいけないかなって感じだね。いや早くバグを直してほしい。なんか PC でほんと2回ぐらいさ、最近、まあ、ちっちゃいアップデートが来たじゃないですか。でなんかその前その1回目のアップデート後ぐらいから、なんかそのインするときにめちゃめちゃ遅くて、なんか最初の画面、まあ、クリプトとあれなんだっけ、バルキリーとクリプトが出てくる画面があるじゃん、最初ので、そこからクリックしてロード入ってからすぐロビーに行くじゃん。ただなんかそのアップデート後からその
最初の画面でクリックしたらなんかねロードが FPS9 しか出なくて、最初ロードめちゃめちゃ長くて、ほんとね5分くらいかかるよマジ。5分くらいやった後に1回エラーが出てからもう1回あのロード画面っていうかあのクリプトたちの画面に戻るから、もう1回押したらやっとロビーに行くんやけどなんかねそれがもう今ね、前のその2回目のアプリで直された人もおれば、まだ私直ってないんよ、直ってない人もおるわけよ。だからエイペックスやるのも今一苦労って感じだから、なんかねエイペックスってね何アップデが来るまでそのアップデを直さない時があるのよ。アップデをやりました、新シーズンです、でもなんかバグがあります、じゃあ次のアップデで直しましょうってなるから、永遠にそのバグがアップデ来るまで続いてるみたいなことが結構あるんだよね。だからすごい早めに対応してほしいなっていつも思う。そうアップデ来るごとに何かしらさ良かったところが悪くなって帰ってくるよね。なんでなんだろうあれは。よくわかんないんだけどな。ちゃんとゲームがしたいはずなのに。なんて呼んだらいいですか。最近ファンになりました。ありがとう。全然もう好きなように呼んでください。なんかねもう今はね公式のニックネームで呼ばれることはあんまりなくなった。セリーヌって呼ばれるのはまあ本当なんか最初に初対面で会った人とか、あセリーヌっていうニックネームなんですねみたいな感じで呼ばれることは多いけど、まあもう本当ファンの人で言うたら、まあ、リーヌとかセリちゃんとかかな、がこの2つが多いかもしれない。リーヌかセリちゃんかが多いかもしれない。PC 勢がクロスプレイじゃなくて CS サバに侵入？ CS っていうのは何だろう、分からん。まあチート行為みたいな感じ。だからもう好きなように呼んでください。あクマちゃんもまあ結構そのスタッフさんとか、あまあでも最近はおらんかな、最近はおらんな。くまちゃんは学校で呼ばれてる名前な、学校だとくまちゃんって呼ばれます。全然もう好きなように呼んでください。はい、ありがとうございます。なんでそんなに小顔なんですか。あのねこれはマスク詐欺なんですけど、小顔に見せてます、マスクで。これを撮ったら別に小顔じゃないです、ごめんなさい。こうすることによってここまでしか輪郭がないんだなっていう錯覚を起こすためのマスク詐欺です。ごめんなさい。なんかいい匂いがする、目玉焼きみたいな。あんなどうしてもな、昨日一昨日と、まあ、ずっと、まあ、パスタかピザがずっと食べたくて、一昨日じゃないや、昨日はパスタを夜ご飯に作って食べたんよ。だから今日はなんかもう、あ今日はってか昨日の夜食べたけど、まあそうやっぱ夜中ってさやっぱちょっとお腹すくやん。でピザがずっと食べたくて、もうピザが食べたい。ピザって結構やっぱ大きいやん。で S サイズだとしてもまあちょっと女の子にしては一人で食べるのは量が多いなって感じなんよな。でもどうしてもピザが食べたくて、今日のお昼にな、あの出前館さんで
もう申し訳ないけどピザを頼みまして、まあ、まだ残っとるんやけど全部は食べれんかったけど、まあ、3枚ほど食べてお腹いっぱいだーってなって、まあ、その出前館の人がめちゃめちゃいい人でな、本当になんかもう平和だって思った。だから夜ご飯今日もピ今日ん夜ご飯もピザチンして食べる。ピザといえば重量挙げで銀メダル取ったインドの人、一生ピザ無料になったんやって羨ましい一生ピザ無料とかさ、もう最高じゃない、もうみんなでパーティーしようぜやん。あ、まあ、コロナやからできんか。ああ最悪、なんて時期に悲しみ。一生一生好きな時にピザ食べれるってことや、いいな。こんばんは。ピザパーティー楽しいよね。でもピザは正直やっぱカロリーが高いじゃん。だからなんかやっぱ食べるときちょっと罪悪感がある。あ、これでまた顔が丸くなっていってしまうやなって思いながらも、やっぱ手は止められないから食べちゃうよね矛盾してる。そう、一期生で昔ピザパーティーみたいなした、あれでも何だったっけな、なんか何かをなんかね考えるみたいな感じで、結局こう一期生で集まってなんかそういう話をしようみたいな感じだったけど、あの結局さ、みんな真面目に話すのが、まあ、あんまり好きじゃないわけよ。そんなだからそれだったらピザ頼んでワイワイ喋りながら食べながら話そうぜみたいな感じになって、ピザを頼んでもらって結局楽しんで終わったっていう。あれはでも何の話し合いやったか忘れた、正直。なんか多分なんかグッズかなんかを考えようみたいな感じやったんかな。あれ何やったっけな。じゃそんなそんなんじゃなかったな、なんかを考えなきゃいけなかったの、とりあえず何やったか忘れたけど、なんかさ最近結構フォルダを遡って見ることが多くて、自分のまあ、昔の写真とかを結構最近見てるんですけど、なんかさ握手会でさ、あの誕生日の日とかがあった時にこう、まあ、ファンの人がおめでとうみたいなのなん垂れ幕みたいなの作ってくれて、まあ、周りに、まあ、いろんな推しの人違う推しの人も入って写真撮るみたいな、なんか文化あったじゃないですか、前までコロナとかがなる前、全然前
なんかその時の写真とかを見とってめちゃめちゃ懐かしくてなんかまあ今もずっと押してくれとる人も写真の中におったし、なんか今何しとるんやろうなって思う人も写真の中におったりしてめちゃめちゃ面白かったよ。でもなんかよくよく見たらなんか結構あれこの人今何してるんやろ全然来んなーっていう人が多くて、あれあれで、ね、ちょっと悲しい気持ちになったよねよいしょ。完全すっぴんではないよ、眉毛と口だけ塗ってる。眉毛は描いてる やっぱりなんか昨日もさ友達とエイペックスしてて話しよったんやけど、結構その子と、まあ、相談事じゃないけど、まあ、結構何でも話し合う仲なんよ学校のお友達で。で、まあ、昨日も話しとって、あのね本当に難しいよとこのお仕事本当に難しいよっていうねお話をしたのうん、まあやっぱ10年やっとってもな、やっぱ慣れんよいろんなことに。やっぱり去っていくというか、自分を今まで押してくれとったけど、まあその若い子他の子に押し変しちゃった人とかを公園とかで見つけるとなんかすごい寂しい気持ちになる。なんかね前もこれ話したんだけど、そのこっちはさああの人だって思ってさ、違ううちを持ってたとしても何かしら反応はなんかこうあるかなって思ってさ、お見送りの時とかこうあっみたいな感じになるんだけど、なんか向こうは全然そういう素振りを全然見せなくて、なんかもうあ本当に興味なくなったんだなみたい なんかすごい寂しい気持ちになるなっていうのを前話したんだけど、その時はねまあやっぱりこうなんだろうな、押し変しちゃったから気まずいみたいな、こうそういう感情もあるんじゃないみたいな感じの話になったけど、まあねそんな気持ちも分からなくもないけどって感じではあるんだけどね、なんかすごい悲しいなって感じ。そういうのもあり、まあ、なんか最近は別にそういうなんかこう仕事のことで病むことはあんまりなかったけど、まあなんかいろいろなんかこうあるよねみたいな話をその人にしてまあ話を聞いてもらったんやけど、別に不満はないけど、まあそのなんかやっぱね博多 HKT ってやっぱみんな可愛いから、あのやっぱ若い子に行っちゃうのはしょうがないなって思う部分もあるし、なんかねその人にってよりかは私は自分に対してなんかこう、うん、なんだろう、そこまで引き止める魅力がなかったんだなって思っちゃうタイプの人間なのよ自分がね。あーこの子かわいい、でもせいちゃんは
やめられないみたいな感じになるまでの引き止めるものがなかったんだなっていうのをいつも感じちゃうのよね。そういうのを見た時に、でなんかこう、まあ、自分で自分を悲しくさせることが多いですね。だから別にその人に対してもなんでよみたいなのないけど、仕方ないじゃん、可愛い子がやっぱいっぱいいるし、若い子に目移りしちゃうのはもうしょうがない。だって一番 HKT の中で古いんだもんメンバーの中で、メンバーの中ではおかしいか、1期生がやっぱ一番なんだろうな、 HKT の中ではまあ古い方じゃん、年齢も年齢だしね、みんな大人になったし。だからやっぱ将来有望な若い子に行っちゃうのはしょうがないなとも思うけど、なんかやっぱり今までの10年間やっぱいろんな人に出会ってきて、離れていた人もおるし、新しくねセリちゃんズに入ってくれた人もいると思うけど、男ってダメなやつなんですよ。なんか一周回ってもうなんだろう、難しい一周回ってなんかどういう対応したらこうなんだろう好きになってくれるのかとかが分からなくなっちゃった。難しいよ本当に。だからこそもしこのショールームとか見て好きになりましたとか、こうなんか新しくファンになってくれた人とかがこうこの間のな、あの6月やったっけ、6月にあった京都とかの握手会とかで、あとオンラインのな7月にあったオンラインの握手会とかでなんかこう会いに来てくれてて、なんかあよかった、やっててよかったとかなんか思えることがあって、なんか幸せだなって思ったなんかそのやっぱ年数をどんどん重ねていくと、それ褒められることもなくなるし、やっぱりこう新しくファンになりましたみたいなこう直接言われることがどんどんなくなっていくわけよ、なんでか知らんけどまあ、難しい世界だなとは思うけども、まあ、いろんな人との出会いや別れがあり、なんか不思議やなって思う。優しい、こんなに話してくれてありがとうって、優しすぎるよ、泣いちゃう、私すぐ泣いちゃうからダメよ、泣かないけどね、泣かないけど最近っていうか結構配信で泣いてること多いからさ、急に泣き出すこととかあるからさ、情緒不安定すぎるよね。だからなんかまあなんだろう、まあ10周年の時とか、まあ他の周年の時とかもそうなんだけど、あのさくらが卒業した時とかもそうだったけど、まあなんか
結構その一期生のことについてツイートしてくれとる人とかがなんかいっぱいおって、うん、なんかね本当にね今ね、難しいよ何がとはなんかこう言いにくいというか、明確なものはそんなあれだけど、難しいなって思う。まあ、でもこの話をするとどん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 長くなっちゃうし、まあ、まだそのなんかこうやっぱりこうね、全部が全部さらけ出せるわけじゃないからさ、みんなの前頑張らないとなっては思うけど、まあ人間だから寂しいなって思うよ。泣きはしないよ、大丈夫泣きはしないけど、あーかゆい、ショールームを見てセリナちゃんの魅力的な人柄知りましたよって、ありがとう、優しすぎる優しすぎるよ、みんな言葉が身に染みるぜいやでもやっぱりこうね、本当にあの不安になるのよ、やっぱり長年いるとさ、不安なの。特に私とかなんて選抜に一回も入ったことないし、別にそんなね一期生だけど、別にうん、なんかそういうのがあるからうん、いろいろ考えちゃうわけよやっぱふとした瞬間にこう孤独を感じる、うん、まあほとんど多分自分の思い込みではあると思うんだけど、うん、なんか難しいよね、本当に難しい、なんか精神的に来るものがあるなんかどんだけ頑張っても結局なんかこうなんだろう、自分のメンタル面やねメンタル面を鍛えんとさやってられん、多分私はメンタル弱いし、もともとそんな強い方じゃない、変な時強い時あるけどたまにメンタル面が大事よ、やっぱこうポキーンって急におられちゃうから。こんばんは。もうそろそろ終わります。
まあ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 頑張ります、自分なりに。今日の話聞いて多分あ病んでるかもと思う人がおりそうやけどガチで病んでない。レフさん、クマのぬいぐるみありがとう。クマレフさん、クマのぬいぐるみありがとう。いつもね葛藤してる。うん、葛藤してる。公演の時とかもそうだけど、8月に楽しみなことあるの？いやないよ。何もないよ。NHKT はダンス曲がないので選抜が選ばれない。いや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 、それはないと思うな。メイクノイズ、あでもそうね、メイクノイズカップリングだけどね、選抜入ってるからね、忘れられがちだけど、ウインクも入ってるからね。窓閉めなきゃ、真っ暗外。ちょうど1時間。あ本当だ、じゃあ終わろうかな、そろそろ。虫歯入ってこないね。うん、ぴょん。セリ様さん、クマのぬいぐるみありがとう。クマセリ様さん、クマのぬいぐるみありがとう。音がほつれてる。よし、じゃあそろそろ終わりたいと思います。皆様ありがとうございました。今日はランキング読みます。はい。13位鈴友タンタンさん、12位ニコライさん、11位中野の賢治さん、10位ついてるさん、9位はかわいいさんでいいかな、韓国語読めない、あ変わったんだけど、まあいいや。9位ホエイさん、8位ミャオイさん、7位ミヤナオさん、
6位菅爺さん、5位トシボーさん、4位イケポンさん、3位神さん、2位デフさん、そして1位がセリ様さんでした。ありがとう。はい、その他もたくさんコメントしてくれた皆さん、アイテム投げてくれた皆さん、ありがとうございました。いいですって、あ、よかった。また明日も配信しますので、ぜひぜひ見に来てください。明日はラジオあるので、夕方、まあ、今日と同じぐらいからやりたいと思います。あ、今日と同じって言っても、まあ6時ぐらいからしたいと思います。メイクしながらというかね、うん、メイクしないといけないみたい。はい、明日ラジオ聞いてください。ぜひ皆様ラジコで聞いてくだされ。よろしくお願いします。9時からです。ラジオメール送ったらみんなこの、あ、ちょっと今また動いとるけど、あ、ちょっとなんで君動くの、本当によくわかんないんだけど、え、なんでこれ逆になんで上に上がってくるのか不思議なんで、怖っ。このキラキラ仮面シールがもらえるからね、かもしれないから。あと ツイッターでもぜひ実況しながら見てください。意外と生放送見てるので、あのツイッターを、私じゃないけどね、見てるの、私は見てないけど、これ無理だ。あ、動くんだよこいつが、なんでか知らんけど、すぐ縦向きに動いちゃうんだよ。はい、ということで、じゃあ終わりたいと思います。ありがとうございました。さよなら。また明日。仮面は RKB ラジオです。ラジコというアプリをダウンロードしていただければ、福岡の人は無料で見れるんですけども、県外の方は、390円、400円ぐらい月額で払わないと見れないんですけど、ぜひ見てください。よろしくお願いします。バイバーイ。9時からやってます。